3の兆候は BBC が2014年に制作したドラマシャーロックのシーズン3エピソード2である。原案は4つの署名ザサインオブ法である。5月、ジョンとメアリーは結婚式を挙げる。ベストマンを務めたシャーロックはメアリーの付き添い人代表としてジャニーンに出会う。縁竹縄となり、シャーロックによるベストマンスピーチが始まる。最初の祝電紹介で、 メアリーは CAM という人物からの祝電に狼狽する。続いて彼はジョンとの思い出を振り返りつつスピーチをする。二人の結婚を祝えないと話し始める不穏なスピーチだったが結局はジョンを褒めたたえる感動的なものになる。シャーロックは続いてジョンのブログを振り返り血まみれの衛兵事件を語り出す。さらに彼はジョンのスタグナイトと カゲロ男の事件を語る。シャーロックはスピーチ中、テッサが彼にさえなかなか教えようとしなかった、ジョンのミドルネームを知っていたことを思い出す。この事実からシャーロックはカゲロ男とデートした女性たちと結婚式の招待客の誰かに関係があると推理する。さらに状況から彼はカゲロ男の狙いが社交嫌いのショルトー少佐殺人にあると気づく。 影朗男は、きついベルト越しに細い刃物で刺すと気づかれないことを利用し、あらかじめ彼を刺しておいてから、彼がベルトを外したところで、失血死するように仕向けていた。また、犯人は、ベインブリッジを使って、殺人リハーサルを行っていた。シャーロックは実質にこもった少佐へ、この推理を聞かせ、出てきた少佐をジョンが手当てして、ことなきを得る。式の終了後、 舞踏会の前に、シャーロックは、結婚式のカメラマンだった、ジョナサン・スモールを呼び出す。彼は新兵だった弟を、苦難の戦闘で失っており、ショルトー・少佐に恨みを持っていた。影呂男の正体は彼で、少佐の情報を得るため使用人に近づいていた。スモールを逮捕させたシャーロックは、舞踏会で、ワトスン夫妻に、バイオリンによるワルツを送る。 その後メアリーが妊娠していると推理したシャーロックは、二人なら、良い両親になると声をかけ、一人会場を後にする。原案は、四つの署名ザサインオブーである。どの番は221バイトに向かおうとする、レストレードへ、ウォーターズ一味の強盗事件で、ジョーンズに手柄を取られるという。一方原点には、四つの署名のアセルニー・ジョーンズ、赤髪連盟のピーター・ジョーンズと、 二人のジョーンズ刑事が登場する。シャーロックが自分のバイオリン演奏を録音して流しているのはマザリンの宝石に由来する。シャーロックはスピーチの中でジョンにはシャーロックを褒めるために自分でも気づいていない美点があることとジョンとのコントラストで自分の知性が目立つことを語る。前者は白面の兵士冒頭でのホームズのワトスン表からの引用である。後者は 身長の話ではあったものの、同じようなセリフが、ベルグレービアの修文でも使われている。その後続けられる、花嫁は、ブライズメイドを、パッとしない人に従るとの言葉は、ドイルによる、外転、競技場バザーからの引用である。また、シャーロックが、ワトスン夫妻の結婚を祝福しないのは、4つの署名、最終シーンからの引用である。シャーロックはスピーチ中に、 ジョンのブログを振り返る形で過去の事件を紹介する。毒の巨人は4つの署名のトリックを使ったものである。また1812個のマッチ箱に囲まれていた男の話はソアハシ冒頭の語られざる事件である。一方でマッチ箱の個数でもある1812年はナポレオンが ロシア遠征を行った年でもあり、原点には、6つのナポレオンという作品が存在する。呼び鈴を鳴らすか鳴らすまいか逡巡する。依頼人の女性は、花婿失踪事件に登場する。ベインブリッジの調査に向かったジョンが遊軍歴は、ヒーローの研究冒頭で示される、ワトスンのものと等しい。酔っ払ったシャーロックは、灰、はい、なら詳しいと叫ぶが、ホームズは、ヒーローの研究で、 タバコの種類について論文を書いたと述べている。その後221バイトにやってきた依頼人のテッサはシャーロックとジョンを見てどちらがシャーロックか尋ねるが同様のシーンはマダラの紐やサンハフカンなどに存在する。シャーロックがペルシャスリッパにタバコを詰め込んでいるのはまっすぐレーブ家の儀式からである。前作に引き続きマイクロフトが言う 確率の問題だよとの言葉は、四つの署名からの引用である。今回、シャーロックとジョンの間で使われる死人が出る警告に、バチカンのカメオが再使用されている。これはもともと、バスカビル家の犬で言及される、語られざる事件で、ジョン・ホームズ・マイクロフト間の不調として、シーズン2、ベルグレービアの集文、シーズン4、最後の問題でも使われている。ショルトー・少佐と、 彼を狙うジョナサン・スモールの名前はいずれも4つの署名から取られている。原点でのショルトウは現地民の宝物をくすねる意地汚い人物であり、原点のスモールは宝物の正当な所有者としてショルトウを狙いに来る人物である。ワトスン夫妻の結婚式会場となったゴールドニーホール中の建物。当初衣装チームは結婚式でジョンに軍服を着せる予定だったが、 女体後の彼が結婚式で軍服を着ることはないと分かり、衣装をモーニングコートに変更したという。そのためか、ショルトー少佐は劇中で女体後も特別に軍服を手元に置いていると語っている。メアリー用のウェディングドレスは撮影が行われた9日間、型崩れを直すために毎日縫い直されていたことが明かされている。ジョンとメアリーの結婚式では、 シャーロックがベストマン、ジャニーインがメイドオブオーナーを務めている。ベストマンは結婚式の手配をする上で重要な役割を果たす。結婚式のシーンでシャーロックとジョンを引き合わせたスタンフォードの欠席が伝えられるが彼を演じたデイビッド・ゲリストは戦火の馬に出演するため参加できなかったと語っている。マイクロフトが自宅のトレッドミルでトレーニングをしているシーンは もともと前は空の霊柩車にあったものだが、このエピソードの脚本へ移り行された。またこのシーン後のホームズ兄弟の通話で、二人の間の不調、赤ひげが初登場する。ベインブリッジの依頼を受けたシャーロックが言う、女の子は水平好きとの曲は、1909年に作られた英国の曲である。またベインブリッジの職場は、ロンドン中心部。 ウェストミンスター寺院に隣接するウェリントン弊社で行われた。作中、ジョンとシャーロックがメスシリンダーを使って、はしご酒をするシーンにちなみ、早川処防併設のカフェクリスティでは、メスシリンダー入りのビールが提供されたことがある。このメニューは、特別企画、パブシャーロックホームズの期間の一環で提供された。本作では、シャーロックのマインドパレス中のシーンで、 アイリーン・アドラー役のララパルバーが再登場する。結婚式後の舞踏会では、美しく青きドナウが使われている。また、シャーロックがワトスン夫妻に送ったワルツは、忌まわしき、花嫁でも、再使用されている。ありがとうございます。